大臣の警視庁聴取の件どう思いますかうーん日本中が見てる中できちんとやってもらいたいですねなんか密室みたいなことにならないようにわからないそのうーん まあ僕はタレント側の立場にも立てるわけでそこからの見方をすれば外周には非常に厳しい言い方になってしまいますけどそれは僕も自分のところのタレントをあれだけ言われたら訴えますよねそれは。僕がどうじゃなくて うん会社としてね、だから僕が、まあ、ガシが言ってるような友達だからやめろとかそういうんじゃなくも,もう企業ですから、会社として動くんですよ、それには僕も、うん、何も言えない部分もたくさんありますから、まあそうなってもうそれが事実であったりすれば問題がない、ただね、事実であっても言う必要がないとかね、これ、名誉毀損ってものすごく難しいんですよ。 本当にね名誉を傷つけているのかとじゃあ自分自らね傷つけられてたと言っている人が、ね、自らそれを言ってたら自分で言いふらしてるじゃんっていうような見方もされますしね本当はは難しいんですすすそれは僕は何度もやってままかからわりますなかなか簡単にね名誉毀損でね刑事は難しいですよ。まあ民事でその相手とも結局は和解和解しなさいみたいな話になるんですよ。 で和解しないって言うと裁判官の心象が悪くなるとかさ、なんかよくわからない、この長年にわたるしきたりというか、風習というか、いろんなものがあるわけですよ。まあ、そういった日本の国家権力の決まりについて、文句を言うには僕はまだ年が早いんで、言いませんけどね、うん。ガーシー、トラップ的な死亡中傷取締りの公開処刑なのでは、うん。 まあでもそういうことっていうのは日本的には世の中今まででもあるからねそれにまあある意味堀エモ門も何のだったか俺もよくわからないけどいろんな人がそういうちょっと目立って悔いを打たれるっていうことで起業家にしても何にしてもまあ政府なのか警察なのかまあ一緒ですけどに叩かれて駄目になっていったのが平成から令和、まあ、昭和もあるかなそうすると誰も育たないわけだ。 起業家もビビっっちゃってその30年間が失われた30年間で、まあ、40年にまああと56年でなろうとしてる時にね日本の給料を見るとアメリカの半分ぐらいしかないって「なんでよ」って言ってるのは今みたいなことですよ。ちょっと飲んでみよう。